岩出駅は、和歌山県岩出市高津家にある、西日本旅客鉄道和歌山線の駅、岩出市の代表駅である、快速列車の停車駅である。ただし、国鉄時代に運行されていた急行、木の川は、当駅は通過していた、旧駅舎2面2線の相対式ホームを有する、地上駅。木造の駅舎が線路の西側にあり、対面の2番ホームへは、 エレベーター付き湖線橋で連絡している。長らく老朽化した無害湖線橋で連絡していたが、2018年度から進められていたバリアフリー化工事により2020年2月からエレベーター付き湖線橋の供用が開始された。一番ホームに多目的トイレが設置されている。また、ホームの北側には一本の留置線がある。 橋本駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅。駅車内には、緑の窓口や自動券売機、IC カード対応の自動改札機が設置されている。自動改札機設置により乗り越し生産機や、改札口コールシステムが設置された。E5489 と同様のサービスに、対応している。船内では、 数少ない友人駅である、和歌山県統計年間及び和歌山県公共交通機関投資領収によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通り、ありがとうございます。